ホーム、道の食市川駅は、青森県八戸市大和沢市川町和沢の先山に、ある、青い森鉄道青い森鉄道線の駅である。単式ホーム2面2線を有する地上駅である。下りホームの2番線は、線路が撤去されている。互いのホームは、古線橋で連絡している。八戸駅管理の無人見駅。ただし、 平日朝6時55分7時44分の時間帯のみ、集改札を行う係員が配置される。自動券売機が設置されている。JR 時代は駅員が配置されていた。駅前は商店が1軒だけ存在する。宿泊施設や歓楽街は徒歩10分程度の帰京や地区に集中している。 道の食い地川駅前これまで駅前に乗り入れるバスは朝夕数本の発着があるだけで徒歩3分ほどの場所にある道の食い地川駅通バス停の方が本数が多かったが市営バスと南部バスは2011年4月1日のダイヤ改正よりバス停の位置を駅前構内から郊外の道路沿いへ移設を行うとともに経路変更を実施した上で全便停車することになった 市営は、道の食市川駅前、南部は、道の食市川駅と表記が異なる。道の食市川駅前が終点だった時の行き先番号は、64番。バスの車内放送では、市営では、道の食市川駅2、南部バスでは、道の食市川駅とこちらも異なる。2021年4月1日のダイヤ改正に伴い、南部バスの路線が廃止された。 道の食い地川駅通、轟信号場に関するカテゴリー、ありがとうございます。